あ、めちゃくちゃパンツ見えてる。そんな驚くことでもないけどさ、足上げたらめちゃくちゃパンツ見えてる。俺がもし巨根だったら一撃アウトだな。よかった、チンコちっちゃくて。俺が巨根だったら一撃でアウトだよ。絶対なんかその裾からね、ポロンってなってて、いやー巨根じゃなくてよかった、細長くなくてよかった、チンコ。足痛。なんかね、これね、やりすぎると絶対良くないんだよ。パソコンにすげえ負荷かかってるから。でもやっちゃう。ペリペリね、直しちゃおうか。なんかお母さんはなんかこういうなんとかシートってのがめちゃくちゃ好きらしいんですけど、俺は全く好きじゃないです。マジでなんでこれやってんのか今わかんないんだ。ただたださ、絶対剥がした方がいいんだよな、もうこれは。そんなこと決まってんだよな。絶対に剥がした方がいいんだよ、これは。だから俺がなんか、まあ、乾燥してんじゃねえかよ。カスガ。カスガって言うと最近さ、カスガさんが結婚したからさ、カスガって言ってるのがカスガって、カスガって言って、カスガと思われちゃったら困るな。ただカス、カスガよって言ってるだけなんですけど。俺ね、なんかファックとかね、嫌いだなとか言ってたんですけど、日本語版のファックばっか言ってんじゃん。クソがよ、死ね、カスガ。とかいっぱい言ってるから、あんま変わんないんだろうね、俺。で、それ日本語で言えばいいじゃんって話なんだよ、俺は。わざわざさ、日本人がファックっていうの。キモすぎだろ、そんな。ってめっちゃ怒ってるけどさ。でもこれってさ、すごい人、あ、この人はファック使ってもいいよなっていう、そんなんね、俺の偏見ですよ。単純にこの人嫌だなって、この人にムっていう顔されたくないなって人はね、全然使っていいです。それが誰か教えろって話、わかんない。時と場合による。ヤクザは全員ファック使っていいんじゃないですか、怖いんで。ヤク、ファック使うなって言ってヤクザが、うーんって言ってきた。あ、全然使っていいですって。ヤクザはファック使っていいです。うん、怖い人はみんな使っていいです。じゃあみんな使えるじゃん。みんな自分を怖いものだと装っちゃうじゃん。で、もう変顔しないでほしいな。面白くないから、面白くなくて笑っちゃう。いや、立って雑談するの最後。腰痛。いや、痛くないんだよ。なんだろうな、腰が思いっきり痛くなる予兆がずっと続いてる感じ。でも痛いことは痛いんだけど、痩せないとね。なんなんだよ、さっきからこうさ雑談するのはここまで下がんない。汗かいてる。いっぱい歯磨きしたから。あ、髪の毛切んなきゃな。メガネも変えなきゃ。あと何しよう。お肌を清潔に。あと俺がそのなんだろう、俺が書いた画像を貼っつけた T シャツをさ、いっぱい欲しいな、欲しいな。そう、極物さんにメガネの反射を気にしてるのは面白いので気にし続けてくださいって言われた。なんでそれ。まあ確かにね、めちゃくちゃ、いやでも反射全然気にしなかったから全然期待に応えられてないな。もう答えなくていいや。いや、答えなくてもいい人ってなってるわけじゃなくてね。いやでも今、あ、確かに気にしなきゃいけないものは何個かあるね。どうしよう、ちょっとそいつら排除するか。あ、全然見えねえ。俺も小学4年生くらいまで目良かったんだけど、多分ね、5、6年生だよね。5年生からメガネつけてるが、もう小4くらいはもう目悪いんだろうな、多分。実は。うん。でも急に目悪くなったんですよね。なんでだろう。俺一生目悪くならないもんだと思ってたら、全然目悪くなった。やっぱそのなんか積み重ねなんだろうね。やっぱブルーライト浴びちゃいけないのかな。どうやったら目悪くなるの。やっぱこいつ電子か。何がいけないんだ。近くで物見すぎたら何がいけないんだろうな、わかんねえ。まあしょうがない。でも目悪くなるの遺伝らしいしね。なんかしゃーらしい。まあ俺のお父さんももうね年だからメガネ使ってますよ普通に。
視力1とか 1.5 とか欲しいよね。2まで来るとちょっと多すぎじゃない？視力2ってやっぱ欲しいけどね。視力2あったらどうなっちゃうんだろうね。俺今多分このメガネつけてる状態で 0.7 とかだと思うんですよ。 0.6 かな。結構目悪いと思うんですよ、これつけてても。な、何って話になるんですね。このメガネはね、もう俺の中ですごい、ね、遠くまで見えることで定評になったメガネだったんですけどね。ライブとか行くときね、そのおみんな顔がよく見えるって喜んでたんですけど、まあそれはね、いつの話だろう。この世はわからないことがたくさんある、教えてあげましょう。てん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 、今日から始まる、ブン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 。すごいな、全然良くないね。そのカメラが下だから。高い椅子欲しいな、こうね。高い椅子なんや、高い椅子っていうのさ、何回も言うよ、マネーに聞こえない。やっぱ俺が腐ってたのは金しか考えてないんだろうな。なんだろうな、高さが高い椅子、高さが高い椅子。リズムネタ作ろうとしてる。絶対に阻止しなきゃダメだよね。うん、リズムネタ作るの絶対阻止するマン。いやなんかね、お母さんに言ってないことを言うんだけどさ、前なんかね、父のね、しこりの部分、あ、なんか乳がんかなとか思ったんですけど、嫌だなって、男で乳がんって嫌だなと思ってあんまり言わなかったんですけど、父のしこりのある部分に、出来物ができた。だから出来物だったらしい。出来物の脂肪がずっとコリコリしてて、ニューイン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 って上に上がってきた。ほら、おっぱい。やめろ。そういう動画じゃないんだよ。太ってるからね。うわ、もうデブだなってわかるね。ここ、デブだなって。わかるでしょ。だってデブだもん。嫌だな。ほら、ほら、めっちゃ怒る。あ、ちょっと立ってる。ちょっと立ってる。嫌だ。お前の嫌だなんて、誰も聞きたくねえんだよ。な、俺だって聞きたくねえよ。こんな面白い雑談してんのにさ、いや、嫌だよとか言ってるのも、ブーンですよ、もうブーン。ブーンですよ。何か殴りますよ、俺は。絶対これ見返しちゃう。クソがよって。で、今も言ってんのにね。今も言ってんのに見返したら嫌だよ。ブーンですよ。音を置き去りにしたって。もうその怒りで覚醒しちゃうよ。うん、ネトロがね、何年かぐらいずっと政権好きしてたのさ。もう怒りで覚醒しちゃう、こうやって。もう怒りだけで音を置き去りにしちゃう。ネテロ何年修行してたの、あれ。テレテンテテンテテン。そんな音流れてないな、修行してるとき。ネテロは音を置き去りにした。服も置き去りにしてるんですけどね。そこはね。いや、音を置き去りにしてんのに服を置き去りにしてなかったらね。あれ、服を置き去りにしてないんだっけ、あれ。服がなんかそのオリバーみたいな感じで残ってなかったっけ。いや、後で調べよう。服を置き去りにしてなかったらどうしよう。オリバーみたいにこうさ、ニューンブーンカチッって、服がなんかポーズのまま形取ってるぞみたいなね。あれ、ほんと意味わかんないよな。どうなってんの、あれをやるためだけにこうシュルルルルって言って練習したんだろうな、オリバーも。ね。練習ね。何かのさ、かっこいい技とかのさ、練習風景考えると大体面白いね。うん。全部面白くない？なんかかっこいい必殺技、こんな感じで練習してたのかなって考えただけでも大体面白いね。なんか、大体面白いじゃん。うん、やだな、ズボンが熱いな。あ、いてダブルで2箇所。俺ね、太りって運動不足でね、あの左膝がねカクンってなっちゃうんですよ。それがもう恐怖で仕方ない。めっちゃ痛い、痛いくらい痛い。親帰ってきてもな、わかんねえって。俺のお母さんは多分動画で一回だけ出た気がするんですよ。
でもそれはなんか生放送の事故でね、なんか何十時間もずっと生放送してたんです。辛い夜さ、辛い夜さ、いつまでも辛い夜さ。そのフレーズだけずっと歌ってる。いてててて、いてててててストレッチ熱い。じゃあやっちゃいますか。空気清浄風量マックス、ゴー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 。何やってんだよ俺は。ゴー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 田島京次郎です。一生懸命ですね、一生懸命、瞬間ごとに一生懸命。どうも田島京次郎です。いいね、ちょっといい、ちょっといいね。勢いで言ったらいいもの出るんだな。勢いから生まれるもの大体良い説、いいわけねえだろな。まだ勢いに乗ってるだけなんだよ。勢いに乗って生まれたものを勢いに乗りながらいいねって評価してるだけだから。そうか、わすごい、俺ノーベル賞俺何個取んの。すごいな、ノーベル哲学賞。いや、みんな思ってるだろ。そんなすごくないんだよ。ノーベル賞むずいな。そう考えると。全然取れないじゃん、ノーベル賞。すごっ。何あれ、ノーベルダイナマイトって人なのあれ。違うよね。ダイナマイトを作った人がノーベルさんなんだろう。ドーメル、ノーベルダイナマイトって名前なのあれ。違うんだね。ダイナマイトさんがダイナマイト作ったのかな。ダイナマイトマイマイマイ、でもいいんじゃないって。あそこだけ好き、俺。青い稲妻が僕を攻めるる。チュンチュルン、チュンチュルン、チュン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 。そこはわかんない。あそこ。青い、強靭なんだよ、そのチューニングしてる段階が。青い稲妻が僕を攻める。ここだけ好きです。ほらほら、いつもの笑顔はどうしたんだ、オールマイト。超似てね。セリフもちげえし、声もちげえし。これ、ここも似てないでしょ、ここ。あれいいよね。でもさ、もう、ほっぺプニプニじゃないの、俺。いや、ほっぺプニプニになりたいわけよ。肉が熱いんだよ。凝縮されてんだよ。ギュッて。でもさ、こうで俺、全然伸びたくない。いいな、ほっぺプニプニな人。だってさ、デブだからほっぺプニプニであるべきじゃん。わっと、プニプニ、おもれーって言ってさ、遊べんのにさ、勝てんで、いてんで、その、腹立つな、マジで。なんとなくです、この顔は。ヒロトさんから着想を得ていると思います。多分絶対ヒロトさんの真似が下手すぎて違うものになっちゃったね。ちょっと似てない、ちょっと似てない、似てないな。おでこいっぱい出して、こう、俺のブツブツおでこ。おでこでけえ。おでこ結構でけえね。はげんのかな、なんかね。あーめっちゃ痛いよ。ブツブツが。あ、青い稲妻が僕を攻めるー。ーん。どうも、田島京次郎です。何もわかんないよね。ただ変な声を上げてる人で終わりなんです。だから動きをもっとオーバーにしてるとさ、変な声を上げてる人じゃ止まりから脱出できるっていうか、出せるっていうか、抜け出せるし突破もできると思うんだよ。なんかその言葉探しすぎて、なんかいっぱい同じ言葉いっぱい積み重ねてんな。怖っ。いてて、いててて、痛くなかった。あ、ゴリっていい音しないからやばい気がする。それ最近ね、このゴリゴリでね、脱臼しないためにね、体にリスペクト、体にリスペクトします。めっちゃずれんだけど、体幹死んでるだよ、死んでるじゃん。俺今マジこうなった、なギャグみたいになった。そんなギャグねえけどな、漫画、ギャグ漫画じゃないけど、ギャグ漫画でももっとないんだよ。ギャグ漫画全、俺が見てるの
頭おかしいやつばっかだから、ギャグマンでこんなことしないんだよ。漫画みたいだよ。ギャグ漫画みたいなことってね、みんなそれぞれすぎるじゃん。あれって面白いされてるギャグ漫画しか、売れてるギャグ漫画しか見てないかわかんないけどさ、突飛すぎんじゃんね。いきなりなんか場面が変わるからさ、絶対ギャグ漫画みたいなことはできないんだよな。漫画みたいなリアクションを取れてもギャグ漫画みたいなものは取れないんだよな。うん、結構ふざけてるわけじゃない。頭痛い。これ多分あんま良くないんだよな。ガチで痩せないとなんか、脳なんちゃらっていう、まあいろんな病気にかかった時嫌だな。脳なんちゃら絶対痛いだろうな。最近睡眠時間少ないから体に不調が出始めてる。マジで寝なきゃ、マジで寝なきゃ。あ、ということで、バイバイ。寝るんで。寝ないけど寝るんで。じゃあね。